れさせてよ。はい、出演者の冒頭で一慶さんにボコボコにされたあのバカップルのミュウミュウの役をやらせていただきました。名古屋大須出身の加納和歌子と申します。本日はご来場ありがとうございます。初日はね、あの一慶さんとか来てくださってたんですけども、一応この舞台挨拶はですね、今日3日でしょ、7日まで、やってます。はい、何の話をしようかな。この映画はですね、長野県の飯田市っていうところで、撮りました。長野県の飯田市はですね、割と名古屋から近くてですね、車だと1時間ちょっとで行ける、距離にあります。ご存知ですかね。知ってますか。ありがとうございます。はい、でもう6年ぐらいこの映画に時間を費やして、ようやく公開になりました。で約2年、昨日確認したら3年前か、ほぼ3年前に撮影して、まあ、なんでこんなに時間がかかってしまったのかっていうのもね、いろいろありますけれども、とにかく長野県の飯田の、多くの人に協力していただいて撮った作品です。エンドロール見てもらったと思うんですけれども、ちょっと自分らでも数えきれないぐらいの、人たちが、協力してくださいました。ここにいる和歌子ちゃんがエンドロールの作業をね、やってくれて、パソコンが得意だからっていうだけでめちゃくちゃ大変な作業でね、はい、下手したらまだミスってるところもあると思うんですけど、本当にあの遠山さんが自分の携帯電話の番号をあのチラシに書いて、あの長野の町に配って協力してくださいって言って、で実際電話がかかってきたのをあのノートにメモして、その莫大な量をあの データで私に送ってきたんですけど、間違いが最初すごかったり、あの、ね、氏名と名前の間のスペースが半角だったり全角だったり統一されてなかったり、株式会社とあの名前の間あのがあったりなかったりとかを全部私が直して、はい、ただパソコンが得意だからというだけで、すごく大変でしたけど、お疲れ様です。はい、それであの素晴らしい、ありがとうございました。こちらこそ、はい、普段あまりお礼を言ったりしないんですけど、こういう場でね、照れくさいので、もうこの映画はですね、僕がですね俳優やってるの19歳の時に、今36なので17、8年ぐらいやってるんですけど、まあ、本当に全然売れないので、いよいよちょっと派手に映画を撮るしかないなと思って、もう大盤振る舞いでやったんですけど、本当はこんなに時間かかるはずではなかったんです。まあ、本当にたくさんの、トラブルや苦労があって、ようやくここにこぎつけたんですけれども、シネマスコーレさんとは本当に縁がありまして、あちらにいらっしゃる支配人の方もですね、夕張で、ね、見てくださって、でその後あのちょうど昨日か一昨日が1年前なんですけど、湖畔の映画祭ってとこで、あのここの副支配人 の坪井さんが壇上に立ってて、あの呼んでくださってですね、呼んでくださるっていうのはあの表彰式ですね、僕表彰式3回走ってあの上がったんですけど、そんな縁がありまして、本当にここで、上映するの本当に楽しみにしてました。本当にありがとうございます。でなかなか今舞台挨拶とかをさせてくれる劇場ってほとんどなくてですね、僕はなんか少しでもチャンスないかなと思って、ちょっと行ったらね、ちょっとやりますかって言ってくれるとこもあるかなと思って、今この間石巻のイオンシネマで、チラシを配ってみたらすぐに止められて、はい、まあそんな中でここだと上映後にあのシネマスコーレのお客さんはチラシほぼ受け取ってくれるんですよ。だから昨日も夜10時ぐらいまで目の前のあの出店
ハンさん の台湾料理屋さんで飲みながらお客さんが出てくる飲み計らってそろそろだっていうね、配ってみてすごく大体受け取ってくれるんで、はい、そういう行動で作ってきた映画といいますか、地道に単身乗り込んでリーダーの街でポスターリュックいっぱい詰めて知らない街を一点一点回ってお願いしますって言って作ってこのクオリティにすることができたっていう映画なので、本当はもっといろんなとこでこの人たちをやりたかったと思うんですけど、なんかそれが今できなくなってしまった分、やっぱ見に来てくださったお客様になんかもし響いていただけたらね、広めていただくお手伝いを無理のない程度でいいんでしていただきたいなって思うんですね。そうですね、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 もし面白かったなとか何か感じていただけましたら、SNS とか、あとはやってない人はね、ぜひお友達とかご家族にお知らせいただければなと思います。はい、くだまちゃんも何か練習してたんでしょ？練習は全くしてない練習してない練習はしてないですよ。どうしようって言っていただける。でも本当に地元愛知県にね、こうやって舞台挨拶に来るの初なんで、ちょっと一つの目標として、役者として目標として持ってたので、来れたこと本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。じゃあそろそろ5分あるんで、あと5分、映画の話は、はい、映画の話、まあ本当にこの映画、僕と一家さんのクソ親父とクソ息子のお話なんですけど、なんでこんな映画にしたんですかっていう方もいると思うんですけど、まあ、実話をベースに作りまして、まあ、取材をして、あとは監督が、自分のお父さんに対する思いとかをですね、この映画にだいぶ描いております。例えば僕と一家さんコーヒーを飲むシーンがあるんですけど、あれはもう実際に監督が体験した、街でばったり再会して、ちょっとコーヒー飲みに行って、実際のセリフもあのまんまで、あとはあのポスターがね、お風呂に入ってる服着たまんま、監督は最初にあれを、これを描きたくて、この映画を作っていったんですけど、まあ監督自身がお父さんとの思い出で良かったのがお風呂に入ったことぐらいしか記憶がないってことでね、まあ僕らの親子もですね、一緒にお風呂に入ったことはないんですけれども、まあなんかボタンの掛け違いでこうなっただけで、もしかしたらお風呂に一緒に入ってるような家族になったこともあるかもしれないなっていうような、若干の希望だけ描いた感じになりましたけれども、そうですね、この映画の僕と一慶さん親子もものすごい後悔が残る親子を描いてます。ね、なんでこうなっちゃったんだろうっていうね、見てて、なんかムカつきませんでした、渡辺一慶さんに対して、まあ僕に対してだともあると思うんですけど改心したのかなと思ったら、全くそうではなかったり、だからこれ2回目とか3回目見ると全く全然見方が変わります。渡辺一慶演じるヒロシがですね、全然改心する気ないんだなこいつはって分かった上で見ると、最初ちょっと安心する場面もあるんですよね。あれって急に心入れ替えたのかこいつはと。私逆になんかこう突っ張れてるセリフが見返すと、あれもしかして裏ではこう思ってたのかなとか、いい意味でみたいなことを感動したりしました。ありがとうございます。しましたか、してみてください。人と違うかもしれない。なんか変だよ今日なんか変ですか私。あとエンドロールにね、バーってある中でですね、最後に伊藤茂雄さんと小池恵子さんとともに、これは本当どこでも言うんですけど、伊藤茂雄さんって方は飯田の僕の映画の大恩人で、この人がいなかったら映画が撮れなかったんですけど、この人はですね、映画が完成した日に、亡くなってしまいました。映画が完成してやったーってなってる時にですね、連絡が来て伊藤さん亡くなっちゃったって言って、もうそこで天国と地獄を味わうんですけれども、なので恩人に見ていただくことができなくて、あとは小池恵子さんは僕の彼女の役で出てくれた女優さんなんですけど、この作品が遺作になりました。彼女の友人が、まあ、彼女のふるさとで撮る映画だって聞いたので、最後に役者として生きた証を残してくださいっていうお願いがされて、この役に
やっていただきました。でちょうど湖畔の映画祭ぐらいの終わったぐらいの時かな、7月8月ぐらいの後でだんだん連絡取れなくなっちゃって、はい、亡くなってしまいました。なのでまあその他にもねエキストラで関わってくれたおじいちゃんおばあちゃんとかで亡くなった後で連絡も受けたりするんですけど、本当にそういう人たちの思いをですね乗せて、これからどこまで上映が続くか分かりませんが、いろんな人に見せていきたいなと思います。はい、よかったら皆さん時間がないんですけど写真を今撮っていただければ嬉しいです。あ、そうパンフレットに全部この映画をどうやって作ったかとか伊藤さん小池さんの話も、書いてますんで、外でサインも書いてますんでぜひよろしくお願いします。今写真の時はパッと撮ってもいいです。そうですか。はいはい。だったら撮って。はいはい。はい、もうちょっとこっち行ってください。レンガ状に。はいはい。はい、どうぞ。どうぞ。写真ですか。あ、外でも。よかったら撮ってください。はい。ありがとうございます。じゃあ、拍手どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあ、パンフレットの大会もやってますので、どうぞ。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。うわ、これきつい。